クレーターロンドンは、日本の競争場、シュ場。主な勝ちクは2018年の中京記念。場名の意味は、大母なの一部。母ロンドンブリッジをしのぐ活躍を願って、半姉に2004年の優秀品場を制した、大イワイルシエーロがいる。さらに、全、姉ブリッツフィナーレの3区には2017年の菊花賞を制した奇跡がいる両血場である。 2012年5月23日に、北海道日高町の下神戸牧場で誕生。姉の大ワイルシエーロと同様、遅う生まれのため育成中は、他の馬と比べて小柄であった。美保、大竹正宏厩舎に入厩。3歳2月のデビュー戦を解消。遅れてきたダービー馬候補との呼び声も上がったが、2戦目の山吹賞は落鉄の影響もあって2着に敗れ、レース後に、 添えの症状も出たため休養に入る。秋に復帰し、500万下を勝利して2勝目を挙げるが、その後低用炎を発症して1年間の長期休養を強いられる。関係者の努力により回復して、復帰にこぎつけることができたが、以後ひずめの慢性的な不安に引退まで悩まされることになる。2016年11月の500万条件戦で、 復帰を果たしてからは鋭い末足を武器に、怒涛のご連勝を遂げ、マイル界のニューヒーロー、第2のモーリスとして、競馬ファンの期待を集めた。ダービー今日チャレンジトロフィーを、添えの影響で回避し、ぶっつけでの挑戦となった2017年の安田記念で4着に終わり、連勝はストップしたものの、勝ち馬、里ノアラジンからは0.1秒差であった。 秋初戦の毎日王冠でも上がり3回最速帯の32秒6の末、足を繰り出して、リアルスティール、里のアラジンの GI は2頭に次ぐ3着に入った。しかし、極度の不良馬場で行われた天皇賞では、早め戦闘の積極策に打って出たが、最後の直線で失速して9着に沈んだ。 天皇賞後はしばらく不審が続いたが、2018年の KO 杯スプリングカップで上がり3回32秒後の末足で僅差の4着に入り復活の兆しを示すと、自走の中京記念では直線で豪快に伸びて2着ロジクライを差し切り、1分32秒3のレコードタイムで待望の初重症制覇を果たした。秋は形成杯オータムハンデキャップから、 指導予定だったが、日詰めの不安で回避。同年10月29日に、現役引退と種ボバ入りが発表された。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。現役時代には、ビッグタイトルに手が届かなかったものの、両血が買われて種ボバ入りが決まり、2019年から、ブリーダーズ・スタリオン・ステーションで供用される。 同ステーション事務局は、謹慎にキラらシのごとく活躍場がおり、大変活力のある母系が、バックボーンにあります。マイル前後で披露したスピードと瞬発力は、間違いなく一流馬のものでした。本来の実力を完全に出し切ることなく、この旅引退を余儀なくされましたが、今後は、種ボ馬として、自身の卓越したスピードと良血を参区に伝えて、欲しいですと期待を込めた。 初年度の種付け料は、受体条件50万円、出生条件80万円に設定された。ハロン・ドンブリッジは1997年のファンタジーステークスのカチューマで、1998年の大賀賞でも2着に入っている。ありがとうございます。